中で食品自動販売機っていろいろ目にするようになって、種類増えましたね、はい、そんな中最新の自動販売機事情、新しい役割について取材しています。かつては販売されているもののほとんどが飲み物でした。それが今やいろんな自販機が最近あると思うんですけど、そういう自販機って何か見られたことってありますか？餃子とか、焼き鳥とか、冷凍のデザートの自販機とか、ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ、オレンジジュースを絞って、なんかアレンジを絞って、なんかオレンジジュース飲めるみたいな。コロナ禍をきっかけに設置台数が増えたのが食品の自動販売機。緊急事態宣言などで営業ができなかった飲食店の新たな販売方法として設置台数が増え続けました。コロナ禍が終わった後も自販機の役割に変化が生まれているんです。福岡市博多区のコインランドリー、そこに来店した女性、ランドリーにもかかわらず洗濯物を持っている様子はありません。入店すると一直線に入り口付近の自動販売機へ。何かを購入するとランドリーを使うことなくお店から出ていきました。コインランドリーにある自動販売機、一体何を販売しているのでしょうか？こちら中の方に入りますと、ハムとソーセージの自販機が置いてあります。コインランドリーになぜかウィンナー。自動販売機を覗いてみると袋詰めされたウィンナーやベーコンが。さあ、これは加工肉専門の自動販売機なんです。続いて訪れた男性、こちらも洗濯物を持っている様子はありません。コインランドリーに入るとそのまま迷うことなく自動販売機へ。ウィンナーにベーコン、そしてハム2袋、合わせて4袋、1150円分を購入しました。結構買われましたね。うん、こっちも大体これぐらいは買います。こちらの男性、1週間に1回ここで加工肉をまとめ買いするんだとか。へ、元料理人ということで素材にはこだわりが強いですが、美味しいし、値段が手頃。このベーコンを焼き飯とかに使うのが、やっぱりスープとかに使うのがですね、手頃な大きさで値段で、でよく来ます。プリッとはじける美味しそうなウィンナー。自動販売機とはいえその品質はお店で販売しているものと変わりません。この自動販売機を設置しているのは福岡市南区の食肉加工会社。10年ほど前から自動販売機での販売を始めました。もともとどうしても商品を作って破棄をしないといけないっていう商品ができてしまうので、それを破棄するのはどうしてももったいないということで、ちょっと価格を低くして自販機始めました。もともとはフードロス対策として設置した自動販売機。小売店での販売価格よりも1割から2割ほど価格を安く設定しています。ちなみに購入客をウォッチングしたこの自動販売機はコインランドリーのオーナーが希望したもの。このようにスペースがあれば簡単に設置できることが企業としても魅力で、現在の設置数は福岡県内を中心におよそ60台、その売り上げは会社全体の1割にも上っています。廃棄になってたかもしれない。お客様と弊社の距離を短く関わり合えるための機会になっています。フードロス対策として始めた自動販売機でのウィンナー販売が今や会社に欠かせない販路となったのです。食品加工会社の自販機を調べてみると分かった意外な役割。さあ、それではこちらの冷凍ケーキの自動販売機とアジフライの自動販売機、それぞれの狙いとは。
なんか自動販売機ってちょっとしたエンタメ感があるというか、あるワクワクする、ワクワクするんですよね、はい、役割が変化しているという中で VTR の最後の出ましたが、例えばこちら左ですね、はい、冷凍スイーツの販売している自販機なんですが、はい、本来は、ホテルとか飲食店に業務用の冷凍ケーキを製造している御用食品というところの自販機なんですが、うんうんうん、なかなかやはりそうなると消費者の方に会社名を知ってもらう機会がないと、うんうん、なので、はい、会社名を知ってもらうきっかけにこの自販機がなってもらいたい。で自販機だけで売られているケーキもあるということなんです。それありがたいですよね。ありがたい、はい、レア感。そうなんです。そして右側こちらアジフライの自販機、はい、まあ、天神とか博多とか地下鉄の駅の近くにあるんで見たことあるという方もいらっしゃると思いますが、ね、ます、普段は水産品の卸売や加工業を行っている産業の自販機になるんですが、これ買ったらあげれば食べられるっていう、多分そうだと思います、お手間がかけて、はい、そうだと思います、はい、そして、会社に知ってもらいたい以外にもこちら、はい、何の手段、人材確保の手段として期待されていると。人件費削減ではなくて、それも多分あると思うんですけど、やっぱりいい製品作っても若い人が入社しない、本当にそういう、実際にこの自販機を見て入社したいですという方がいらっしゃったと、いらっしゃったんだ、目立ちますもんね、モチベーション。そうなんですよね、はい、まあ、なので本当に自販機も多様化してるんですけども、うんうん、あ、じゃあうちも自販機出せばみんないっぱい受けてくれるんですか。何を言うかって話になってきますが、ワイヤレスマイク、まあ、消費者としてもいろいろと新たな出会いが増えるかもしれません。いるか、はい。